KM1963 タートルヒル SI スタジオからお送りします。 PM10 のサロン喫茶守備、メインパーソナリティの井上俊です。はい、明けましておめでとうございます。明けました。無事に年が明けました。1月1日ということで、しょっぱな最初の配信、そうですね、無事に年を越せてよかったなと思います。別に何もなかったといえば何もなかったな。うん、年末に年越しは皆さんどう過ごしましたか？僕はまあ平凡に過ごしましたね。うん、まあ今は今年はコロナっていうこともあって、あんまりなんか集まってカウントダウンのライブとかもないですし、そうですね、そういう場所に行くこともあんまりないのかなと思いますけど、まあそれでもなんか皆さんが平和に家で無事に年を越せていたらいいなと心から思っております。こういう嘘くさいことも言っていきます。はい、そうですね、年末、年越しはカウントダウンの生配信をやろうと思ったんですよ、このサロン喫茶で。そういうライブ配信をやったらっていう話があって、どうしようか、やろうかなと思ったんですけど、結局やりませんでした。また来年やろうかなと思います。ライブ配信っていうとどういう感じ？こういう映像を多分流すんでしょうね。で、19876432102021年みたいな。あ、すいません、言い忘れてました。2021年ですね。今年は2021年という、もうなんともゲームの世界でいうちょっと未来な感じですね。その活字で見たら、ああ2021年的な。はい、何でしたっけ、そのだからライブ配信をしようかなと思ったんですけど、まあまあこれからもあるので、またいつかやりたいなと思います。その時はぜひ見てください。はい、今年の抱負、今年はそうですね、まず一つは今年も変わらず放送していきたいなと思います。何かちょっと変わっちゃったなみたいな、そういうこともなく、今までと一緒の通常通りサロン喫茶を営業していきたいなと思います。そしてもう一つはゲーム実況を始めたい、始める、絶対やる、 PS5 を手に入れて絶対ゲーム実況をやります。まだ今のところ当選していません。しょうがない、待つ。多分、いやもうきっと PS5 がここに来るんだと、もうそう信じて待ちます。多分そう願い続けたらここに来ると思います。なので PS5 が来たらゲーム実況をする、
それは絶対多分やりますね。このアカウントとは違う、また別のチャンネルを作って。守備の、守備って使うかな？なんか、でもいいか。守備のゲーム実況みたいな。まあ、それはチャンネル名をまた考えますけど、いいっすね。やりたいっすね。はい。という、まあ、今年の抱負です。まあ、そんなに大きい変化はないなと思います。はい。それでは、ここで、久々のコーナー、スピーク、スピーク。スピークスピークというコーナー、密かに、実はずっとあるこのコーナー、スピスピメッセージ。番組に届いた、Twitter や YouTube のコメント、メッセージを、何でも普通のお便りですね。質問や悩み相談、雑談、何でも受け付けています。スピスピメッセージ。新年一発目に送ってくださいました。ありがとうございます。それではスピスピメッセージを紹介します。ラジオネーム、アウさん。アウさんは前回っていうか、その何ヶ月か前に一度メッセージをいただいて、本当にありがとうございます、アウさん。そして今回はこんな画像も添えて送ってくださいました。めっちゃ嬉しいです、これ。これ本当にすごいですね。こういう似顔絵とかもらったことはなくて、今まで人生で。ああ、似てるなと思いました。で、このコングラチュレーション、シャープ200回目のお祝いとして、本当に一番嬉しいプレゼントでした。才能ありまくり。いや、もうすごいな、これは。プロです。ありがとうございます。これ大事に、どこかで使わせてもらおうかなと思います。もらおうかなって、そんな上から使わせていただきます。すごいです。はい。こんばんは。いつものんびりサロン喫茶を聞いています。200回目の放送おめでとうございます。2020年の終わりにキリが良くて、なんだかミラクルですね。160回目の放送ぐらいからサロン喫茶を見るようになりましたが、これまでの放送の中でシュビーさんのお気に入りや、この回は見てほしいというものはありますか？ぜひ教えてください。201回目の放送も楽しみに待っています。というメッセージ、アウさん、ありがとうございます。はい。そうですね。160回目ぐらいから見ていただいて、本当にありがとうございます。これまでの放送の中でお気に入り、まず、そうですね、この回は見てほしいっていう回は、エピソードは、違うな、違う違う、お気に入りですね。まず最初にお気に入りは、初回です。シャープ1、もう一番最初の話、ひどいなと思いました。でも、まあ、ここから始まったんだなっていう、その初心っていうか、それはなんか定期的に聞くようにしていますね。
10時からって言ってるのに2時間半も投稿が遅れてしまったなとか、自分が話す声よりも BGM の方がでかくて全然声聞こえないなとか、なんかそのぎこちなさが、うん、結構お気に入りかなと思います。それは、この回は見てほしいというエピソードは、シャープ何やったかな、シャープというより、タイトルは夏の終わり、お菓子パーティーとかメリーゴーランドとか、あ、やりたいっていう、動画ですね。メントスとの動画。うん。なんかこれが一番最近で頑張ったなっていうか、思い出に残ってるなっていうか、うん。結構これも好きですね。そして、密かにベスト2ぐらいですね。ベスト2ぐらいにお気に入りな回は、シャープ、ちょっと待ってくださいね。シャープ161回目の3月のセミっていうタイトル。この動画はなんか好きですね。ちょうど夏のプール、去年かな？去年の夏のプールで一緒に仕事をしていた人と久々に会う。で、そこでいろんな、そのプールの人の近況報告だったり、この人はこういう生活をしてるんだとか、あいつはあんなことを始めたんだなとか、なんかそういう懐かしい、気持ちも乗せられた回かなと思います。うん。3月には鳴かないセミたちが、あの夏の日、あの暑い夏の時、セミのように一緒に動いてた自分たちが、またこの3月に復活して、ちょっと集まって、セミのように鳴いてみた。3月のセミ。うん。なんかそういう、このエピソードが好きです。はい。うん。はい。ということですね。アウさん、スピスピメッセージありがとうございました。はい。それでは、KM1963 タートルヒル SI スタジオからお送りしてきました。 PM10 のサロン喫茶シュビーシュビー そろそろエンディングのお時間です。何度も言ってることですけど、今年も本年も変わらず放送をしていきたいなと思います。そうですね、今年もよろしくお願いします。はい。またいつか動画でお会いできる日を楽しみにしています。
それでは、もうなんか簡単な動画になりましたけど、新年一発目の配信ということで、放送ということで、ご視聴いただきありがとうございました。ここまでの時間は井上、間違えた。ここまでの時間はシュビーがお送りしました。それでは新年も行きますよ。皆さんで行きますよ。恒例の、せーの、バイビッシュ。